りました。こんにちは、アジンです。今回は視聴者様からいただいたこちらのスライムキットを開封していきたいと思います。こちらかなり重たくて、一体何キロあるんだろうと思って家で重さを測ってみたところ、6キロありました。すごい重たいです。しかもこのスライムキットは一人の視聴者様からいただいてます。本当にありがとうございます。早速開封していきたいと思います。ではこちら開封したいと思います。オープン。うわ、ぎっしり詰まってる。すべてが袋に入っていて、ちょっと何が入っているのか今の段階では分からなくなってますね。これお手紙かな。ありがとうございます。読ませていただきます。どうしよう、めっちゃパンパンに詰まってますね。一つ一つちょっと開けていこうか。一つ目の袋いきます。なんだろう。オープン。わあ、ダイソーの樹脂粘土4色いただきました。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。全部ね今持ってないです。ありがとうございます。ピンク、グリーン、パープル、イエロー、めっちゃ可愛い。ほとんどホワイトしか買ったことがないので、またこれ動画で使ってみたいと思います。ありがとうございます。続きまして、これいってみようかな。こちらいきます。なんだろう。オープン。わー可愛い、収納ケースだ、クマの。しかもピンクとパープル、ありがとうございます。あーかわいい。プラスチックケースのクマです。作ったスライムこの中に収納できますね。ありがとうございます。アジーンカラーでね、めっちゃ嬉しい。こちらいきます。なんだろう。オープン。あー、フェイクスの、やばい、クラウドスライム作れちゃいます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。これね、かなり高級な品なんですよ。いや本当にありがとうございます。動画で絶対クラウドスライムまた作ります。買わなきゃって思っててね、なかったので、今までちょっとクラウドスライムが作れなかったんですよ。いや本当にありがとうございます。1個やりたいスライムがあって、それが実現できそうです。続きましてこちらいきます。なんだろう、わかんない。あ、パーツかな。オープン。あ、クラッシュストーンだ。ドリンク系のスライムとかこれで作りたいな。ありがとうございます。黄色とピンクは初めてかも、見たことないです。続きましてこちらいきます。なんかね、チューブみたいなものが入ってる。なんだろう。オープン。あ、ボンドかな。あ、木工用ボンドって書いてある。これもだ、すごい、ありがとうございます。見たことない、かわいい。これは入れてくださったのかな、ボトルに。ありがとうございます。わっ、一番下になんかすごいのあった。ちょっと出してみますね。よいしょ、ドン。セリアの洗濯のりかな、これは。ありがとうございます。で、こちら、あ、ハイクリーチだ。洗濯のりが、まだあるよ。あれ、おお、ハイクリーチ2本目。ありがとうございます。嬉しい、洗濯のり。いや本当になんかこの段ボールの中だけでスライム作れてしまいますね。ありがとうございます。続きまして、これいってみようかな。なんか謎の卵みたいなやつ、丸いです。これ開けてみます。なんだろう、卵。オープン。わー、すごい。え、これ入れてくださったのかな、こうやって。こういう商品があるのかな。え、めっちゃかわいい。発泡ビーズです、これ。どうやって開ければいいのかな、開封できないですね。すごいかわいく、すごくかわいく収納されてます。ありがとうございます。これちょっともったいなくて開封できないな。続きまして、こちらいきたいと思います。オープン。あー、アイスの収納ですね。ありがとうございます。私これね、自分でも持ってたんですけど割ってしまったんですよ。で、ないんです。3色も、かわいい。いや、これで24時間スライム生活とかしてみようかな。続きまして、こちらいきたいと思います。
音フェチこれなんだろう、あれかな、オープン、わーかわいい、え、これこんなに色あるんですね、すごい、4色かな、ありがとうございます。すごいな、すごくいい音が出そうですね。これ続きましてこちら行きたいと思います。お、これはグリッターペン、うわー嬉しい、めっちゃかわいい、ありがとうございます。続きましてこちら行きたいと思います。オープン、お、かわいい、クマのパーツかな、クマのパーツが入ってる、でホワイト、透明のストーンと、めっちゃかわいい、ついついこう握っちゃうスクイーズかなと思って触っちゃう、かわいい、わー一人なんかちょっと悪そうなクマがいます、悪そうな子、この紫の子かわいい、ありがとうございます。なんかこのクマさんめっちゃいい匂いする、なんだろう、このクマさんが入ってる袋なのか、このクマなのか、めっちゃいい匂いがする、石鹸みたいな匂いがしてますこれ。続きましてこちらいきます。めっちゃ入ってる、やばい、お、なんだろうこれは、あ、金箔かな、あの金箔かもしれない、これありがとうございます。金箔とスパンコールです、かわいい、グリッタースパンコール、たまにこの分かんなくなっちゃうんですよね、これスパンコールかな分かんなくなっちゃうんですよね、なんだっけこれ、これスパンコールですよね、ありがとうございます。続きましてこちらいきます。お、これもトッピングパーツっぽいです、かわいい、この入ってる袋がかわいいです、やばい、お化け、わあ、あれこれがスパンコールだっけあれちょっと分かんなくなってた、グリッターってなんだっけ、グリッター、これがもしかしてこっちがスパンコール、全部スパンコール、ちょっともうちょっとあれもうバカになってきた、わからないかわいい、こういうパーツいただきました、ちょっとお手紙に書いてないかな、星やハートのホログラムと書いてくれてます、ホログラムだ、ありがとうございます、言葉がねちょっとわからないすごいたくさん入ってる、見たことないパーツもあります、これは初めて見たかも、このパーツ、このね赤色と赤なのかな、この光の加減でちょっと色が変わるんですけど、この星のホログラムは初、持ってなかったですね、わー、これも初めて見ました、使うのがもったいないぐらいね綺麗です、これ女子力がめっちゃ高い、こういう風に一つ一つラッピングしてくださっていて見習いたいです続きましてこちらいきます。おー、カラフルなホログラムがたくさん入ってます、ありがとうございます。わー、これも見たことないカラーがいっぱいある、この紫は初めて見た、うわー綺麗、この色ね私初めて見たかもしれない、うん、このあたりも結構持ってないですね、ありがとうございます。続きましてこちら行きます。おお、なんだろうこれは、あ、これ放射なのかな、お手紙に書いてあったんですよ、あのすごくね優しさあふれるメッセージがお手紙にあったんですが、アジンさんの放射を使わせてはいけないと思い入れさせていただきましたと書いてくださっています、ありがとうございます、すごい優しすぎる、私今ちょうど放射が家になくてですね、買いに行かなきゃと思っていたところでした、本当にありがとうございます。放射のね大きい箱を買ってそれをお裾分けしてくださったみたいです、ありがとうございます。続きましてこちらの袋いきます。オープン、あ、このかわいい袋お裾分けしてくださいました、ありがとうございます、え、めっちゃ嬉しい、とキョロちゃんがなんかあのチキンになってる、めっちゃ可愛い、え、わあ、4タイプもあります、え、初めて見た、すごい可愛い、これはちょっとお手紙見ます、去年
ファミマとコラボしたキョロチキ先輩だそうです。知らなかった。超激レア商品だ。めっちゃかわいい。うわーやばいな。キョロちゃん、チキン味のキョロちゃんとかあったってこと？そういうわけじゃなくて。わーありがとうございます。大切に飾っておこう。続きまして、まだまだ実はあるんです。いきます、オープン。メラミンスポンジだ。すごく細かくカットされてます。ありがとうございます。嬉しい。あ、大です。大きさが違う。すごい嬉しいです。ありがとうございます。おお、これ超レアなやつじゃないですか。ペレット、フィッシュボールのようなペレットです。ありがとうございます。これ韓国スライムに入っててすごく気持ちよかったんですよね。わあ、こんなにたくさん発泡ビーズ、そしてメラミンスポンジと白色の発泡ビーズ、ありがとうございます。 ASMR スライムやりたいですね。このペレットはね、初めて使う、持ってないし。これどこに売ってるんですかね、ペレットって。買ったことないんですよ。でこちらがホログラム、グリッター、スパンコールのセットです。ありがとうございます。続きまして、こちらいきます。なんだろう、シャカシャカ言ってる。おー、バー、フィッシュボール。わー、あーすごい。え、こんなにたくさんいいんですか。すごく綺麗。うわーやばい。と、発泡ビーズと、細かい発泡ビーズとメラミンスポンジです。ありがとうございます。続きまして、こちらいきます。いきます、オープン。あーすごい、クリアのフィッシュボールです。オープン。緑、わーすごい、5色も。そしてわーすごい、オレンジの発泡ビーズ、初めて見ました。わー細かい、これ私大好きなんですよね。この細かい超ちっちゃい発泡ビーズ、よくあのご飯系のスライムを作るときに使ってます。ありがとうございます。こちらブルーです。ありがとうございます。そしてこちら行きたいと思います。なんだろう、あーかわいい、ジューススライム。これ最近の動画で私溶けてしまったんですよ。これありがとうございます。で、自分が持ってるのはあの動画の後に処分したんですよね。あまりにも溶けすぎていて。わあ、初めて見た。パインしか見たことなかったんですけど、これ青リンゴもあるんですか。あー、ピーチ、いや見たことないですね。オレンジ、わあすごい、レモン、わあやばい。ありがとうございます。めちゃくちゃかわいい。いやー本当にありがとうございます。そしてこちらなんですが、なんとずっと気になっていた商品をいただいてしまいました。オープン。ダン。なんと LOL サプライズのステッカーコレクションをいただきました。これすごく気になってた商品で嬉しい。ちょっと今から開けてもいいですか。これわー5個もある。ありがとうございます。いいのかな。じゃあこちら開封していきたいと思います。まず1つ目。すごい、レアとかあるのか。わーかわいい。あ、もう一枚あった。もう一枚あった。わー、私が持ってる LOL とかあるのかな、この中に。めちゃくちゃかわいい。ステッカーは全部で20種類。全てキラキラの豪華ステッカーだよと書かれてます。本当だ、こうやってね動かすとキラキラしていきます。オープン。お、かぶってない、かわいい。ロックな感じとマーメイド、チアガール風ですね、かわいい。オープン。おお、あれ、私この子持ってないかな。持ってる気がする、人形で。こちらがフラワーチャイルド。わー初めて見たな、この子はかわいい。オープン。あー、ディーバ、
嬉しい。メイン的な子ですね、ここの VR ハイニーですね。じゃあラスト5袋目いきます。オープン。わー、2枚目だ。やったー。ミスベイビー。あー、この子ね、見たことある。あ、持ってるかな。この子もこんなようなね、ちょっと違うけど似たような人形持っていますね。かわいい。はい、ということで、いや、こんなかわいいシールが入ってたんだ。でこちらのいただいたセリアのスライムはまた他の企画で開封させていただきたいと思います。本当にありがとうございました。今後の動画で使わせていただきます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の横にあるベルボタンをプッシュして、すべての通知を受け取るにしていただくと最新動画の通知が届くようになります。サブチャンネルの方にもぜひ遊びに来てください。